こんにちはホッパーですネットバロンさんで納車後ならし運転を兼ねて三重県の青山高原に来ておりますローダウン後の足つきとオーナー目線での気づきについてお話ししたいと思います最後まで見ていただければ幸いです早速ですが足つきですワイズギアよりローダウンリンクが発売されておりこれを取り付けることで約18ミリローダウンします ローダウンリンクの取り付け済みで浪車されましたのでビフォーアフターの撮影はできませんでしたがご参考ください私の身長は170.3センチ体重63キログラムのおじさんですヤマハ車あるあるの足がまっすぐ下ろせません足つきよりライディングポジション優先のステップ1のためです、まあ、確かに足をついている時間より乗車時間の方が長いですからね 両足親指の腹はついており、膝は少し曲がっています膝を伸ばせば両足母指球までつきますが個人的には不意な横風に対応するため膝は少し曲げて足をついております ローダウン後はリアサスのキャリブレーションを行う必要があり著しいドライバビリティの変化はないかもしれません知らんけどまたローダウンするとサイドスタンドの切断を考えなければなりませんが車体は十分傾斜しており切断の必要はなさそうですさすが純正品ですねさらにローダウンするとセンタースタンドが重くなって出しにくくなりがちですが 私でも建てられましたので、えー、大丈夫かと思います知らんけど続いてオーナー目線での気づきですトレーサーに興味がある方ならシートの高さが変えられることはすでにご存知かと思いますなんとステップの位置も変えることができます六角レンチだけで簡単に変えることができましたがとりあえず元に戻しました他にハンドルの位置も変えられるようです サイドカウルですが CBRRRR のようにフィンがついていました法定速度で効果あるんでしょうかハンドルロックですが左側のみロック可能です高級車なので右側でもロックできるようにしてほしかったですね続いてサイドスタンドですが黄色円の部分がスタンドの先端についています先端にある方が スタンドを小さな力で軽く出せるのでありがたいですスタンドを下ろすときは左足つま先でサイドスタンドを出す感じになるかと思います以上、取り急ぎご報告を終わります今の感想ですがトレーサーは重心が高いバイクでスイングアームが長いバイク大きいバイクというより後ろが長いバイクという印象を受けました ならし運転終了後に忖度なくインプレをお送りしたいと思いますよろしければまたご覧ください以上です